マホナレ、タンバリンダンサーの地、面白すぎる。そもそもつよふ大会っていう謎イベントが雰囲気良くて面白かったですね。未来が覚醒するかと思ったけどしなかったのも逆に良かったですね。来週も楽しみです。以上、マホナレのお話でした。